お疲れ様です。ナミさん。えー、恋愛 Q&A の返信ありがとうございます、えー。年齢はね、32歳と34歳。今回はこの2人の女性について取り上げてみて、見たんですけども、えー、これね、ご教科をいただきまして、えー、一部情報を公開しますけども、これお二人ともね、実はね、速下塾の塾生さんなんですよ。速下塾では、まあ、お金の問題、まあ、主にそういったことをやってるんですけども、その他にですね、えー、健康の問題とか、 仕事の問題とか、そして恋愛の問題、こちらについても、まあ、費用をいただきながらね、えー、Q&A コンサルをしているわけなんですけどもえ、このお二人に共通点があるのはね、まずね、衣食住が成り立っていないってことなんですよ。うん、まあ、非常に衣食住のいい、着てるもの、自分のセンスの服、これもなかなかね、際どいものがありましてね、 うん、まああのどんな服を選ぶのかは自由なんですけどもその服の扱いがすごく適当と言いますかねうんなんか、まあ、着れるものだったら何でも着るみたいなところでねうん、まあ、やっぱりこう自分のスタイルに合ったブランドが決まってこないとなかなか厳しいところがあるかなと思いますねもちろん自分で着こなすセンスがあればそれこそノーブランドでも全然構わないんですけどもそのセンスがない割にはまあ割とね 無頓着であったりとか、もう数年間はっきりとした、まあ、服を買ったりとかねアパレル関係の人のアドバイスを受けてないとかで最悪なのはやっぱり脱ぎ散らかしてることですね、うん、これがねやっぱりやり取りの中で分かってくるわけなんですよ。でしわしわでも気にせず着てしまったりとかねあの、まあ、ヨレヨレしたりとか毛玉がついたりとか、まあ、そういうところに全くこう意識がいってなかったり やっぱ人は足元を見るっていう言葉がありますけどもやっぱりねちょっとこれから靴を持ってきてちょっと写真撮ってくださいって言ったら靴汚いんですよでなんか縫い掛けのところとかね縫い目のところとかほつれたりとかしてあこれ相当玄関も汚いんだなと思ったりするわけなんですけども、うん、次にその、まあ、掃除ですよね気が付いた時だけするということらしいんですよ。ってことは気が付かない限りはしないんですよね。 で人に指摘されれば気付くんですけども、まあ、人を招くこともないんで人に指摘もされないとうそういったこともうかがい知ることができるかなというところでね。えーまあ、というのがあの、まあ、掃除って一定のスキルがあって生活環境を整えるっていうのは会話をしてると分かるんですよね。まあ、顔を見ててかると言ってもいいいぐらいですね、まあ、そういったところで衣食十のうちいと 十がちょっと欠落してるかなっていうところで三十過ぎてしまったんですよね。うん、それから衣食住の食ですね。食についてもまあさりげなくですけどもね。うん、まああの食べるものの話題を私も振るわけですよ、まあ。コンサル中の雑談の中で出すんですけども、まあそこに全部出てますよね。残念ながら。うん、あの。 よく食べるものと、あまり食べないものと、食べる場所。この3点セットで聞いていると、たい伺い知ることができるんですけども。まあ、まずはね、食事を食卓でしてないという。<laughs> なんかそのパソコンの画面の前に丼持ってきて、シャクシャク食っているい <laughs> まあ、そういう図が浮かぶわけなんですけども。うんまあ、なんかね、よく昔クソ味噌一緒と言いますけども、 娯楽をする場所も、寝る場所も、食べる場所も一緒と。これはね、たとえワンルームに住んでいても、テーブルが一つしかなくても、その目の前の、ーまあ、最近だったらパソコンかな。ノートパソコンを片付けてテーブルの上を拭いて、食卓にチェンジしてから、そこに食を並べるみたいなね、ことをするぐらいの細かかさがあると、 誰かと食事をする際も、それが出るわけなんですけども、逆に、えー、まあそういう配慮がないとね、うん、なんか散らかったテーブルの空いた隙間にやっとコンビニの弁当を隅っこ置くとかそういうことになっちゃうわけなんですよね。さあそういう方が一体異性とね男性と何をするんでしょうかってことになりますよね。<laughs> うんまあ少なくとも結婚を意識する男性とか。 女性をしっかり見ていこうとする男性から見るとこういう人は落選するんですよ最初からねあの見てなくても分かるっていうレベルなんだろうなと思うんですね見なくても分かるみたいなね、うん、まあ見ずに何私のことは何も分からずに言わないでよっていう意見もあるかもしれませんけどもいや見る必要がないと見る前に終わりだよみたいな感じですよねうんだからやっぱこうシビアですよねその辺はねでいろいろとまとめていくと うん、重要な要なな素が抜けけてるわけなんですよ今の飲食住、サバイバルスキルもそうなんですけども結局はあのー、今までうまくいかなかった人生を一発逆転生産しようとしてその一縷の望みが婚活だっていうことがねこう透けて見えてるわけなんですよねそれがまあ私との何気ないやり取りの中で全部わかるからこそあこいつはダメだなと思うわけなんですよせめてお金を稼ぐスキルがあればねうん なんかその生活を支えることもできるんですけども、まあ、それもないとだからこそね即科塾でいろいろとカリキュラムを与えるわけなんですけどもそれもこなせないというねそれこそねあの、まあ、日々スマホやパソコンべったりやってる割にはスキルがないわけですよ要するにあの楽しむことはしてるんだけども逆に誰かを楽しませることができないっていうかね誰かのためになることができないと、まあ、生活してても苦しいですよね だから、ちょっともうちょっと修行する時間がいるんじゃないかなと思ったけど、も時間がないんですって言いますよね、うん。でも時間は何やってたんですかってことは今までね。それこそ一発の常識知識もなくって、特別なスキルもなくって、まあ何もないわけなんですよ。で、精神的には全部独り占めなんで、誰かと分けて何かをしようって聖夜の精神もないんで、うん、これは苦しいなと思いますよね。 これいろいろとねあのー、お聞きしてわかるんですけどもあ例えばこう20代の頃ね男性とデートをすると、うん、でちょっと飲み物買ってくるわーと言って女の人がコンビニに入るでも自分のしか買ってこないわけですよで男性は別にそれをくれというわけではないんだけどもそのエピソード見ていて「いや飲み物買ってくる」っつってさ何自分のだけ買ってきて「これなんかいつも飲んでるやつ」とか言ってそういう細やかさとかないんですかっったら「ああなかったです」とか言ってね それはまあいい縁ができるわけないよねとかね。そ <laughs> れ、うん、からなんかこうお裾分けの精神もないんで誰かにもらったものを半分どうぞっていうのもなかったりとかね。そう言わないけどもあこいつはそういう人間なんだなと思っちゃいますよね。まあ食べ物の恨みは恐ろしいっていうんですけどもあの、まあ、恐ろしいのはねその扱い方を知らないってことですよね。やっぱりあの自分の 周りの人のために残しといてあげるとか自分がもらったものを自分で独り占めするんじゃなくてね周りの人と分けていこうっていう精神がなければとてもじゃないけども家族を作るところまで至らないですよね、うんまあ。そもそも自自分分で得たものは自分のものあなたの,得たものはまあ残念ながらこのお二人の共通点いうのはそんなところかなっていうことと重要な4つの要素ですよね。 お金を稼ぐことができないでお金もないと貯金もないというねさすがに30過ぎて貯金がないっていうのはあまりにも計画杖がなさすぎて浪費が過ぎて自分の人生に対しても責任がなさすぎるかなと思いますねこれがねやっぱ1920歳で貯金がなのでしょうがないんですけども、まあ、そこそこ仕事をやってきて30過ぎてその資金的余力ができていなかったっていうことはね絶望的だなと思いますよね結局そうなると まあ、結婚した男性に金銭でいい負担全てかけるようになるんでいや、バカバカしくなってくるでしょうね、これは。そういったこともやり取りの中でお伝えしたんですけども、全然見えてなかったということでね、ここら辺は反省して、しっかりと稼いでいくって気持ちになったみたいですけどね。で、稼ぐ力の、まあ、次は、知識やあの知恵があるかっていうことなんですよ。これがですね、やっぱりね、あのクローズドな知識や知恵しかなくって、うん まあ、つまりは自分が関わってる人間の質の低さをここで表すんですよね。うんうん、やっぱりこう人間と関わろうと思うとその関わる人のレベルに合わせた知識や経験が必要になってくるんですけども知識や経験が必要ない人と関わってるんでそれが伸びようがないですよね。まあいわゆるバカと付き合うとバカになるわけなんですよ。ひどい言い方になりますけども。でこれがね子供の頃だったらいいんですけども何かを目指そうと思った時に。 それがないとやっぱりたどり着けないかなっていうところで今回のねあのお二人の、まあ、行き止まりが来てるのかなと思うんですよねさすがにね3234でこれから人と知り合ってそして自分を育てていって恋愛して結婚の許可を頂くってことになると40は過ぎちゃうのかなと。 特にのんびりと20代過ごしてきちゃった割には得るものがなければこれからますますね自分の常識に固執するんじゃないかなと今まではこんなことはなかったとか言い出すわけですよだからそうなんですよだから自分基準で物もを語ることになるんでいやさすがにきついなというところありますよねであの多少なりともね私の声がまだ届いてるんでなんとかなるのかなと思いますし自分を変えようと思って こ即課塾の方にも来てくれてるんでなんとかなるかなと思うんですけどもまあこれがね私の動画をよよく見てるんですよこれもまたねありがたいんだけどもちょっと違うんですよねうんまあそんな暇があるんだったらやることあるだろうみたいな感じなんですよねちょっと逆説的なんですけどもで今お金の話をさせてもらったんですけども知識や経験ね知恵の話これもちょっと備わってないっていうことと あととは体力力精神力ですかね、うん、疲れやすかったりすぐ、ね、横になったりとか、まあ、とにかくねあの疲れやすいもしくは他者から見てだらけてると見られたらもうこれは魅力はないわけなんですよね、うん、誰よりも早く座る誰よりも早く寝る、うん、で誰よりも早く休憩する、まあ、こういう人と一緒に暮らしたいと思う人いなかったりとかするわけなんですよね、うん ナミさんもね言われてましたけども何をしてもらおうかと思って恋愛や結婚や人間関係を構築するんじゃなくって何が自分はできるだろうかって考えてやることで初めて生まれるものが信頼だったり絆であったりするんでしょうね。 ここいいいつ役にに立たねえよととととかかか思われるところろらスタートななんでさすがうありますまあそういったところで、えー、今回はそのお二人の方にね共通してお伝えしたことが今私がずっとお話していたことなんですがまあさすがにねもうないよと根本的に自分がずっとやってしまったことできなかったことのその負債をですね結婚することで一発逆転しようとしているところがもう見え見えであったり実際にそう思っていることをね発言したりとかするんでまあ終わってるなということなんですよね。<laughs> わ <laughs> わっているわけなんですよこううんだからさすがにきついなとただ平等に逆転でできるる要素があととしたら稼ぐことなんですよね <laughs> やっぱ稼ぐってことができれば自立もできますんでねそうすると安心して自分の人生の一部を任せようかなって人は出てくると思いますけどもまあこういうふうにね何をどう勘違いしたのかわかんないですけどもこの人生に入ってしまうと気の毒ですよね、う。ん まああのそのまんまの思考でいわゆるこじらした状態で40を過ぎることが目に見えてくるようでね。まあそうなると遊び相手にもされないみたいなそんな悲惨な人生がこれから待ってるんじゃなかろうかというふうに思うわけなんですけどもね。まああの返信の方ありがとうございます。まあ波さんと私とこう恋愛関係恋愛感情を持ってきた時代が多分似てると思いますけども根本的に今の30代の方もその。 昭和でも通用しない価値観を引きずってるのかなというところがあったりましてや今の時代にまあ向いてないいわゆる時代遅れのそのままの若者がいるのかなというところでね、えー、今回この二人はちょっとね鍛え直すのに時間がかかるんですが時間が経てば今度はあ目的である婚活には遠のいていくということでまあかなり厳しいかなというところがあります。ただただだですよ そういう人でもいいんですよっていうふうな人も、まあ、男性はいるわけなんですよね。そうなると男性は男性で自分の、まあ、いわゆるこう,こう言い方は嫌なんですけどもスペックが低いから選択肢が縮まっていてそういう女性でもいいよっていうのとはマッチングできるかなと思うんですよ。ただその行くには、うんまあ、協力し合う姿というよりも、うん、ちょっとお互いへの不満を募らせる姿が大きく見えるかなと。ただあ なんかね、謙虚になる気持ちを大きく持って、うん、こんな自分にもやっぱ相手がいてくれるってことを感謝する気持ちが大きい人同士になればなんとかなるんではなかろうかというふうに、まあ、そういうふうに考えてるんですけどね、えー、非常にまあ難しい話ではありますけども、えー、最後にこうやってまとめましょうか「50を過ぎたからわかります」ま「あ、やめておけ」と「お前らでは無理だ」と。 いうことなんですよね、はい、な,なんせねもう時間切れでございますね婚活30過ぎてちょっといろいろと負債が大きいのこの結婚によって一発逆転しようとするその考え自体がもうすでに婚活市場では落第点ということなのかなと思いますけどもいかがお感じでしょうかまた別のケースをこれからねお話ししていこうかと思いますえそれではこの動画も見てると思いますんでお二人とも、うん、お話しした通りでしょう、うん まあ全部自分次第ですよこれは自分がやってきたことが目の前に現れて自分がやらなかったことが今目の前にあるわけですよね。はいということでございます。世の中すごく平等で公平でございます。以上、いってらっしゃい